はい、始まりました。ケイです。今回もポケモンのソウルシルバー続きからやっていきましょう。ということで、前回はですね、ジムリーダーのみかんちゃんを倒したんですね。その続き、いや、その前にですね、ポケモン見てもらったわかる通りなんだけども、このね、リベンジくん、ついに私ゲットしちゃいました。赤いギャラドスリベンジしたんでね。はい。ということで、今日はここの続きからね、怒りの湖の後の続きからやっていきましょう。ということで、今回まずこちら、お土産屋さんにね、来てくれと渡るさんに言われたのでね、入っていきましょう。早速来たぜ。お、これまさかあの伝説の渡る海流破壊光線、やばすぎる。恐ろしいな。おい、人に撃ってるぞ破壊光線を。遅かったねケイ君、やはりここからおかしな電波が流されている。ま、なんて恐ろしいやつなんだ渡るさんよ。え、なんだ、あ、これか、階段はここだ。何みたいな。いや、これね、ケイ君手分けして中を探ろう。俺から先に行くよ。これさ、ここじゃなかったんだよね、ポケモン銀の時。ここだったんだよね、確か。こんななくてさ。ねえ、おっさん。地下への階段、なんでバレたんだろう。こんなにさりげないのに。いや、バレるだろ、その置き方はさすがに。で、お前大丈夫か？うう、あいつのドラゴンポケモン強すぎる。そらそうだろうが。わたるさん、おめっそ、人に破壊光線打つのはちょっと狂気すぎやしねえか。あ、ねえ、なるほど。これね、思い出した。ペラシアンの目が光っている。どこかで誰かに、これね、覚えてるよ。これね、ピッってやったら来るんだろ？ピッ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 ピーみたいな感じで。ん？うわ、かっこいい。なんかこんな、おお、ダッシュできた。おっと、侵入者発見。来たぜ、勝負だ、ロケット団くん。何人いるのかなーと、男の子か、二人だな。二人だから二匹だな。ベベベベベベーン。17レベル？すごいレベルの差あるけど、もしかして、来る順番間違えたとかはないよね。たまたまかな。はい、スリープバイバイ。ベベベベベベンって。怖いよ、おめえは、ほんとに。370経験値、そして、え？まだ進化してねえの？大丈夫？はーい、来たぜ。ズバッと。ズバッとはね、僕的には、何？うわ、マジでポーンじゃねえんだよな。いや、僕ね、ズバッとはね、ダイパの、なんか、グラフィック好きなんだよね。頼む。オッケー、さすがは私のオーダイル。よくやってくれた。バイバイ、ズバッと。はい、オッケー。ブーブーブーンと。こんな感じでね、進めていくぞ、今日は。30、これ37秒になるか、くっそーって。でだ、僕ね、これ覚えとるよ。走って逃げていった。え、またか！あ、なんだ、そっか、連続ですれば来たね。覚えとるよ。だってこれ最後にね、スイッチでなんかあるんだよね。で、そのスイッチを切れば、このね、ペルシアンの目がね、光るのが止まるんだよね。僕は覚えている。オッケー、37秒だ。ということでね、まあこのまま進んでいくぞ。お、切り裂くか。ちょっと待って、切り裂くってね、チート級の技だったんだよ。ポケモンのね、赤の時。急所に当たる確率が高い。威力70か。まあでもね。はい、諦めるよ。オッケー。よーし。銀河団じゃない。ロケット団倒した。もう、前回がさ、ポケモンのダイパだったから銀河団って言っちゃうよ。オッケーじゃない？切れた。で、僕ね、なんとなく覚えとって、確かね、この辺かな？ここは違う。え？いや、待てよ。ここね、確かね、そこだったと思う。え、何ここ、ワープトンネルあるんだ。銀河団と同じだね。この機械だろ、覚えとるぞ。お前倒すわ、とりあえずな。オッケーオッケー。研究員藤を倒して、で、こいつのね、ところにいた、このね、確かだけど僕の記憶が正しければね。これがそうなんじゃない？秘密のスイッチを発見。赤いランプが怪しげに点滅してる。押してみよう。これで、確か止まるはずなんだよ。監視システムが解除された。そして何？エフェクトガード。エフェクト系はね、使いたくないね。さあ、これでね、いけるんだよね、普通に。さっきのペルシアンの、あの目のところが、ほら、色がね、変わってるでしょ？そう、こんな感じで進めるんだよね、ここ。ほら、あ！油断した。ちなみにさ、忘れていたんだけど、こっち側いけるんだったらなんかあるよね、ここ。お、なんだ、これは。なんでしょうか？これは何？すごい傷薬。ありがとう、傷薬。で、こっち、ちょっとね、変な動きしたらね、油断しちゃうからね、僕のことだからね。さあ、こっちな、おっと、ある。何？お！金の玉だ！これ一回乗ってみるか、ワープトンネル。怪しいよね、このワープトンネル。あれ？これ、あれ？あ、入り口に戻るのか、なるほど！オッケー。ってことは、この階段を降りろってことだな。このワープトンネルはもうやらしすぎる。お！ワタルさんいるじゃないですか。海竜も一緒に。大丈夫かい？君のポケモンだいぶ傷ついてるな。俺の薬を分けてやる。そんなに傷ついてないんだけどね。でも回復してくれてありがとう。でだ。サーキー君、ポケモンのために頑張ろう。バイバイ。ガタルさんも僕は覚え、何ここ。おっと、いるね。
忘れもしねえぞ渡るの海流。おめえさ3匹持っとるんだろ。もうまた大変。うわー、ここあれかバトルだな。じゃあ降りようかな。でだ、渡るさんいるね。渡るさん来たぞ。パスワード聞いてくれたのか。 K 君、回電波発生の装置のヘアロックを解除するにはある人物の声を入力しなければならない。その人物はロケット団幹部のラムだ。奴はボスの部屋に隠れているということを突き止めたぞ。だけどボスの部屋にもパスワードが仕掛けてあるらしい。 K 君、まずはボスへの部屋のパスワードを探しに行ってみよう。お前一人で行けると思うんだけどな。ってことはだ、ってことは何でしょうか。これは何でも直し、この上こんなに広かった、いや広かったか、ここはね。でこのと、おなんかいっぱい落ちてるぞ。なんかね、横となんかね、やっぱりね、こういうところにはね、こういうよくなんかね、ちょっとわ悪そうなね、わざましい落ちとるんだよ。でこっちかな。あ、思い出したぞ、俺は確かこの子だ。よし、これでねロケット団のパスワード聞けるんだね。26レベルだ。ロケット団下っ端としてはよかった。いい足。よし、ボスの扉のパスワードは、あ、なんだ、ヤドンの尻尾って言ってたね今。飛ばしちゃったよ。ヤドンの尻尾だね。はい、ボスの扉のヤドンの尻尾。ただし2つ揃わないと全然意味ないけどね。だってで、こっち、いやここはね関係ねえんだよ。おっとおっと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 、またいたよもう。ひゃひゃひゃ、俺様を倒そうってのか。いい度胸だな。気に入った。俺に勝ったらボスのと、あ、教えてくれるんだ。ひゃひゃひゃって、おめえマグマ団の幹部かよ。マグマ団幹部ホムラか。はい、倒したぞ。パスワード教えてくれな、ロケット団の下っ端よ。扉のパスワードはラッタの尻尾。ヤドンの尻尾にラッタの尻尾。オッケー、ありがとうよ。で、え、うわ、怪しい。これね、いや、これ怪しいな、これ。こんな、もう、怪しすぎだろ。あ、違ったわ、タウリンだったわ。申し訳ねえ。いや、こういうね。いや、この機械めちゃくちゃかっこよくない？この緑のね、レーザーみたいな端光ってるのね。まあ、どうでもいいけど。こっちかな？こっちから上行くって感じ？しかもうないもんね。ロケット弾の味と。出た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 。このね、装置ね。これは？なんか関係ない。怪しすぎだろ、ここにパソコン置いてあるのね。これもちょっと待てよ。多分いるぞ。ロケット弾の下っ端。ほらね、いたわ。よし、倒して。で、下降りて、多分隣の上のとこ行くんじゃないか。お、いたぞ。え、あれ、これ。あ。え、なに、うわ、うわ、また来て、忘れてた。シーフ、今度はこんなところをうろついてるのか。ふん。お前そんなにロケット弾が好きなのかよ。そんなことより、あのマントのドラゴン使い、あいつは何者なんだ。俺のポケモンでも全く歯が立たなかった。そらチャンピオンだもん。今日負けたことは別にいいさ。もっと強いポケモンを手に入れることさえできればあいつになんか負けやしない。それよりも気に入らないのはあのセリフ。君はポケモンへの愛と信頼が足りないだと。そんな生ぬるいこと言うやつに自分が負けたかと思うと腹が立って仕方がない。ふん、お前の相手なんかしてられるか。で帰ると、何のために来たんだよおめえはよ、ここに。でこれ何、ハイピーボール、ハイピーボールセンキュー。で、ここ開けれるんじゃねえの？扉が閉まっている2つのパスワードを入力した。来た、ヤドンの尻尾とラッタの尻尾。よぉ、これ、榊にしか見えねえんだけど、違うか？グッフフ。よく来たな、君がケイか。おや、私が誰かわからんのかね？あれ、榊、あ、違うだろ、これ絶対。これ絶対ちげえやつ。あれ？全然似てない。榊様に見えない。くっそ、一生懸命練習したのに。おいおぉ、ラムダ。俺はロケット団幹部のラムダだ。お前はどうせ回電波の発生装置の部屋に忍び込むつもりだろう。だがそうはいかないぜ。なぜならあの部屋は特別なキーワードでロックされているからな。そのキーワードとは、榊様万歳。どんだけ榊好きなんだ。ふふふ。あっさりバラしたので驚いただろ。だがキーワードなんか知られても全然平気なのさ。なぜならあのドアは俺の声でキーワードを言わないと開かないように。うわー、便利なシステムなってんだね。ってことはどうするんだ。あ、おじいさんなのラムダって。おじいさんなんだ。もう、シワシワじゃねえかよ。ズバッと。え、ズバッと？こっちはゴルバットだぜ。早くゴルバット進化させてあげねえとさ。やめて！ふわわわわわんって。やめてくれよ。で、そしたらこっちも怪しい光。いや、俺そんな陰戦法はしねえ。当ててくれ。いやー、まあ仕方ないな。そういうこともある。つば打ち。そっちがつまうせんならこっちはエアカーだ。エアカー。エアケーだぜ、エアケー。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。僕のゴルバットでつぶ、うん、ゴルバットくん。ラムダすごいね、頭の色ね。混乱解けたよ。さすがだ。まあ、一撃はきついだろうね。一撃なんでさすが急所、私のゴルバット。本当に優秀。253経験値。
ドガース。ドガースだね。最後まさかベトベトンとか来るのかな。でもレベル22だったら来ないか、エアカッティ。もう一回急所当ててくんねえかな。それはさすがにねえな。さすがにそんな甘い世界ではないんだ。ダメ押し。落ちるかな。落ちないんですね。さすがすぎる。さすが最強じゃね。もう、名前に似合った強さしとるよね、この子。オッケー、グゲグゲドガース。いやー、537経験値うまいね。ラッタだね。この子は強い。こいつは間違いなく強い。強いんだよかな、こいつ。なんだよ、やるじゃねえか。当たり前だ。私を誰だと思ってる。噛み砕く！てか、先手取られちまった。ごめんな。まあ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 、ちょっと皆さんにお見せしよう。私のこのリベンジくん。いいや、メスだからリベンジしたん。来たぜ、赤いギャラドスだ、みんな。ゲットしちゃったんだよ、僕は。威嚇で攻撃を下げます。いや、ナイス威嚇だわ。どうしようかな、竜の怒り。どう？ま、暴れる持ってなかったから、本当に良かったよね、この子ね。さすがに耐えるか、怖い顔だな。防御が下がる技だっけこれ。攻撃だっけ素早さです、全然。うわ、つえ、当たり前だな。舐めんじゃねえ、俺の子。うわ、やばい、必殺前歯。これちょっと痛いぞ。必殺前歯という技でね、うわ、全然、ひるんじゃったじゃねえかよ、竜ね。不意打ち先手取られる技ですね。まあ、でもリベンジでね、ラッタバイバーイ。さらばだ、ラッタ。ウィン！しょっけ、さすがギャラドス。リベンジちゃんだぜ。ぐぅ、全く歯が立たない。榊様、お許しください。880円しか食えねえのかよ、じじいよ。ダメだ。榊様は3年前までロケット団を解散させて姿を消した。だがきっとどこかで復活のチャンスを狙っているはず。ふっはっはは。お前なんかに負けたって痛くも痒くもねえぞ。何しろ俺の声でなけりゃ、回電波発生装置の部屋のドアは開けられないからな。あ、そうだそうだ。便利なやついるんだよな。ここにな。来た。闇カラス、榊様万歳。闇カラスがラベダの声をそっくりに真似している。これはひょっとして来たぞ。こいついいやつだよ。このね、闇カラス。はい、こっち登っていってと、登った先にいるんだよね、闇カラスくん。榊様万歳。で、こっちに来いと。もうね、指示しろ。うわ、かっこよくねえか、この装置。すげえ。なんか近未来感あるよね。なんかかっこいい。闇カラス、よ。ついてきて、榊様万歳。なんでこいつここまで俺のことを。まあそう、そういう、それがゲームだからね。で、こっち、え？どこだっけ？いや、こ、ん？あ、上がってきたからこっちでいいや。右の下だね。まあ今日はね、ここで終わりにしようかなと。ゆっくりと進めていった方がいいかもね。はい。闇カラス、榊様万歳。来た来た来た。これで開けてくれるんだろ？榊様万歳。闇カラスはラムダそっくりの声でキーワードを叫んだ。ててて、音声認識のロックが解除された。素晴らしすぎるだろ。バイバイ、闇カラス。来たぞ。アテナ、アテナ？アテナって何？アテナ、あなたみたいな子供をいつまでも のさばらせておいたら、ロケット団のプライドは傷ついて傷ついて傷だらけになっちゃうのよ。というわけで、そろそろ終わりにしましょう。いくらあなたが強くたって、私たち二人を同時に相手するとなれば、まず勝ち目はないでしょう。うふふふ。悪いけど覚悟してもらうわ。来たぞ。渡る、ちょっと待った。2対1での勝負とは随分不公平じゃないか。さすがはロケット団ずるいことが大好きなんだな。悪いけどこの勝負俺も参加させてもらうよ。アテナ、あら仲間がいたの？気に入らないわね。榊様のお留守を預かる私が生意気なあんたたちに教えさせてあげるわ。ロケット団に歯向かうとどうなるかってこと。余裕余裕。アテナですね。この子あれだわ。ポケモン銀の時はね、こんなんじゃなかったんだよね。アテナ、下っ端とアテナですね。おー、僕ペペペペペペ。てかアテナっていう人僕初めて聞いたんだけど。海流海流だぜ、やばすぎだろ。まあ、アーボック、僕倒そうかな。アーボックの一角で POP の攻撃が下がった。さあ、空を飛ぶでも、え？あ、そっか。オッケー。空を飛ぶ使っていくぜ。海流は空高く飛び上がった。え？おめえも空を飛ぶかよ。ヘビ睨み。金縛り効きますぜ。どっちも空を飛ぶだ。海流はどっち狙うのか？スリープね。オッケー。ワンチャン一撃で落とせんじゃねえの？いや、海流40レベルっておめえさ、あれ40レベルって進化してなくね？進化しとるっけ？オッケー、アーボック。まあさすがに一撃はきついかなと。ヘビにらみどっちに、どっち？まあ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 、ここはね、まあここはね、海流に任せておきましょうと。海流一匹でもこんな奴ら余裕だよね。まあこれはアーボック行こうかな。
海流、雷、どっち？あー、ぼっくりですね。よく雷当てたな。命中率低い。ただ、威力は高い。威力は120、命中70、POP78。いいねー。いっぱい経験値ありがとう。そろそろ進化するんじゃね？エドロ攻撃。と。余裕で急所でそれだろ？はい、空を飛ぶでーす。POP は空高く飛び上がった。闇カラス飛んできたぞ、おい。いいやつ。闇カラス。どっちも空を飛ぶするんだよな。オッケー。なんて素晴らしい相手なんだ。もうね、今までにないさ、このパターンね。味方のレベル40レベルってね、もうめちゃくそに高いレベルっていう。電光石火。オッケー、ナイス当て。これで闇カラス落ちただろ。急所当たるんですね。オッケー。余裕だ。じゃねえんだよ。あ、電光石火じゃない。空を飛ぶ。オッケー。多分ね、もう臭い花をいじめたるっていう感じだな、完全にこれは。おい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 、やめてくれよ。でもこっちも空を飛ぶだ。ごめんよ、臭い花一匹っていうね。海流空を飛ぶ、バイバイ臭い花。効果抜群だからね、15レベルの差。はい、オッケー。余裕。オッケーよ。レベル上がんねえか、 POP。 残念ね、あなたならロケット団に来れば幹部にだってなれるかもよ。K は賞金2960円。ありがとう。まだ進化来ないか。まだか。まあいいわ。電波の実験もうまくいったみたいだし、こんなアジトどうにでもなれたわ。私たちの狙いはもっともっと大きいの。ロケット団の恐ろしさ、いずれ分からせてあげるわよ。その時を楽しみにね。うふふふ。どっか行ったぜ。悪かったね、K 君。君が頑張っているのを見て、ちょっと出番を待っていたのさ。なんてやつだ。さて、あとはお菓子の電波を止めるだけか。止めようか。マルマインを助けてあげないとな。海流も。ちょっと探してくれよ、ちゃんとやり方を。俺に教えて、渡る。これが装置、スイッチは見当たらないな。仕方ない。マルマインを気絶させよう。そうすればおかしな電波も出なくなるはず。マルマインには罪がないからかわいそうだけどね。ほんの少しの辛抱さ。ヒー君、右側は俺が引き受けるから、君は左側を頼むよ。これさ、ついに僕さ、リベンジできるよね、マルマインの。よし、まず一匹目だ。マルマインよ。僕ね、今までマルマインゲットしたことないっていうね。ベンベンベン。23レベルか。結構低いんだね、レベル。いったんじゃね？オッケー！初の丸マインゲッティング！僕初めてマジで丸マインゲットできたわ。今までね、散々丸マインってこう、ロケット団のアジトとかに現れていたけどさ、ゲットしたの初なんだよね。丸マインボールポケモン、高さ 1.2 キロ。1.2 メートルか。1.2 キロ高さやばすぎだろ。オッケー。まあ使わないんだけどね。ゲットしたっていうことで。さあ、残りの2匹も倒していくぜ。オッケー、マルマイン3匹とも、撃破と、まあ、1匹は捕まえたんだけど、これで、あ、電波止まっとる、そして、渡るさんも終わったっていう感じかな？渡る、ようやくおかしな電波も止まった。これで湖も元通りの姿になるはず。君の活躍のおかげだな。ポケモンに代わってお礼を言わせてもらうよ。そうだ、これを持っていきなよ。さっき見つけたんだが、俺には必要ないからさ。秘伝 05！ 何？わ、ロッククライムか、ってところか？そいつは、渦し、あ、ポケモンに教えれば荒れた水の上も進める。ただし、長寿のジムバッジを持っていないと使えないから気をつけなよ。ケイ君、ポケモンマスターへの道は長く険しいという、それでも目指すのか？そうか、そうだよな。諦めるくらいなら最初から夢見ないよな。じゃあ、また会おう。さあ、おめえチャンピオンなんだろ？また勝負してやるよ。っていうことで出ようかな。オッケー。あ、もういないわ。お土産のやつ。よし、ちょっと回復だけして、次回ね、この長寿のジム、挑戦していこうかなと思います。さあ、お疲れ様ですと、ポケモン休ませてあげましょう。ポン。よし、そしたらね、ポケモンも回復させたということで、次回は長寿のジム戦、やっていこう。誰だか完璧に覚えていないんだけども、と。オッケー。またいつでもご利用くださいね。ってなわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。次回、また動画をご覧ください。では、バイバイ。